Welcome to シビチャンネル。どうもシビです。今回開封レビューしていくのはこいつです。真っ白シロスケ。なんですかね。そう、これは今回ちょっと分かりにくいんですけれども、G チューンさんからお借りしました。ついですね、2016年の1月かなにですね、G チューンは自分のところでゲーミングキーボードとゲーミングマウスを販売しております。販売し始めました。で、そのモデルをお借りしております。なんで、これ単体で買うこともできますし、パソコンにね、一緒に買うと安くなるっていう。これそもそもこいつがメカニカルキーボードなんですけども、定価で買うと 14,900 円なんですけれども、パソコンと一緒に買うと9900円に5000円ダウンになる。で、こっちはゲーミングマウスなんですけども、7900円のものなんですが、4900円になる。3000円オフになるというですね、パソコンと買うと、安くなるよっていうゲーミングセットですね。キーボードと、ガジェットのセットです。なんでこれを言ってるのかっていうと、ちょっとこの後ですね、気になるところなんで、個別にですね、チェックしていこうと思います。G チューンの文字ですね。ちょっとこれだと分かりにくいかな。はい、出してみましょう。あれ？あれれれ？なんか見ましたね。あれ？あれれれ？そう、このキーが浮いた構造かつアルミ筐体を使ったモデル、どっかで見たような。そうなんです。実はですね、非常に私の好きなコルセアのシリーズに似ているデザインなんですね。いや、実はですね、ここの限らずですね、いろいろ最近そのコルセアがやり始めてから、いろんなところがやっぱりいいものはインスパイアされますので、非常にですね、他のところも出してます。なんで、こいつは、それを非常にインスパイアしたモデルになってます。まさか、G チューンで出すと思わなかったんで、びっくりしました。はい、後ろは足がこういう形になってます。で、アメコミ式のケーブル。で、メカニカルキーボードです。で、アルミボディですね。アルミのボディは、ここの横のラインになってます。ここの横のラインまでがアルミで、上と下は樹脂かな。という形になって、今後ろを立てているんですけども、かなり角度が高くできるモデルですね。ここがラバーコーティングになっているんです。で、ちょっと。はい。日本語配列です。で、軸なんですけども、これは黒軸のモデルですね。久々です、私、黒軸。そうでもねえか。一番重いやつですね。黒軸は、メカニカルキーボードの中で上から一つずつあるんですけども、一番重いモデルです。この重さっていうのは何かっていうと、押した時の押し心地が重いんです。60g、約 60g なんですけれども、かなり重いです。で、その下に茶軸、赤軸、茶軸、青軸っていう、主に4、この 4種類あるんですけれども、どんどん軽くなっていきます。なんで、こいつは、ゲーム用ですね。ゲーム用だと黒軸はいいんですけども、日常使用にするには正直ですね、文を打ったりするのには重いです。なんで、日常使用を考えるんだったら、茶や赤、私は赤をおすすめするんですけれども、赤の方が打ちやすいと思います。では、キーボードの方を見ていきましょう。さっき言ったように、このキーが浮いたデザインなんです。私これ大好きなんです。キーが浮いたデザインですが、アルミ筐体はここまで。手前と上は、ちょっと、鋭角になっているんで、浮いてるように見えますけども、ちょっと、ここはくぼんでおります。スーッとなってると良かったんですけども、それは、あえてパームレスト的な形を持たせようとしているのか、ちょっとわかんないんですけども、こういう形を取ったようです。ここの辺にネジが出ていたりして、割とゴツゴツしているデザインですね。男らしい感じを印象を受けます。しかも黒軸ですし、完全に男性向けというか、そういう印象ですね。で、一つ気になったのが、これスペースバーが大きいですね。これ日本語配列の特徴として、スペースバーが短くなる傾向があるんです。なぜなら、このカタカナ、ひらがなと変換、無変換があるんですけども、スペースバーが広い。そして見てください。今気づいたんですけども、変換、無変換、キーがない。これは、珍しいですよ。珍しいです。日本語配列で切っちゃってんの。ええ。ほとんど使わないですからね。ここに、
変化無変があるじゃないですか。皆さんキーボード見ていただくと分かると思うんですけど、それがない代わりに広くなってますね。これは非常に怖いんですよ。だって何度も言う、私他の動画でも言ってるんですけど、これ邪魔なんですよ。邪魔って言い方あるんですけど、スペースバーは広い方がいいんです。本当に。で、これだけあるといいですね。素晴らしいです。で、押し心地はこんな感じ。こういう音ですね。で、M1 っていうのは何なんだろう。これ3つ多分、M1、M2、M3 という形で切り替えられると思うんですよね。3種類のプロファイルを。おそらく。で、ここはポーリングレートをここで変えられるようです。黒はやっぱ重い。重いスコスコっていう音がメインなんですけども、これ、スコスコってなるんですけど、下がアルミ天板だから、少しですね、反射じゃないです。音の反射じゃないですけども、他の黒軸に比べると、少しですね、軽い音がしますね。もっとスコスコってなるんですけど、やっぱりアルミ天板に反射してるのかもしれないですね。音がね、音とか振動が。で、音の質がちょっと変わっています。はい。で、メディアキーはここに、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップという感じですね。ゲーミングモードの切り替えとかはどこでやるんだろうな。特にその独立したボタンはないのかな。Windows ロックキー、こっか。Windows キーもない。そういえば。マジだ。Windows キーがこっち側にあって、Windows ロック。へぇ。ファンクションとこれで Windows ロックですね。面白いですね、これ。かなり独自レイアウトですね。だって Windows キーこっちにありますからね。ファンクションキーがここにあって。だから Windows、いろいろとソフトウェアでカスタマイズが可能なようです。それも後ほどちょっとお見せできたらなと思います。じゃあちょっとつないでみましょうか。はい。つけてみました。赤色にバックライトが光ります。今電気しましたけども。で、今点滅モードにしています。ライティング機能としては、常時つけるか、点滅か、消すかという感じですね。あとはまあ光量を若干変えたりはできるんですけども。なので、イルミネーション機能としては、この点滅です。で、赤色 LED がついている。で、アルミであるという感じですね。で、ウィッキーが浮いたデザインで、パソコンと一緒に買うと9900円。安いね。うん。フルサイズキーボードのメカニカルキーでしょ？安いと思いますよ。単品で買うと14,900円になるんで、この14,900円っていうのは、いろいろとメカニカルキーボードの競合がものすごいたくさんあるので、ちょっと難しいところではある、判断難しいところなんですけども、9900円としてみたらめちゃめちゃ安いと思います。一緒に買うっていう限定ですけれども。限定条件付きですけども、もしパソコンを買うんでしたら、これは、一つ選択肢としてありかもな、という気はします。で、今いろいろと設定見てみました。非常にですね、設定項目は、日本語対応、もちろん日本語のソフトウェアが入っているので、非常にしやすいです。で、個別にキーをオンオフできます。で、ゲームモードみたいなものはないです。ゲームモードといったものはなくて、ファンクションキーとこれをやると、Windows が、反応しなくなります。こうやると、今 Windows キーがっていう、機能しますっていう感じですね。個別にただ、ゲームモードではなくて、個別にキーを無効化はできます。例えば私はよくあるのが、半角全角キーを無効化するとかね。っていうのは可能です。もしくは、他のものに差し替えたりとかはできます。例えば、マクロ機能はあるんですけれども、マクロをここに登録するとかっていうことは可能です。で、M1、M2、M3 っていうのはモードを切り替えます。なんで今 M1 モードですけど、M2 にしたり、M3 に変えたりっていうのはファンクションキーでできます。で、今モード1なんです。で、3パターンの、要は3パターン、切り替えることができますよっていう感じですね。それ以外にも、プロファイルがそれぞれあるので、かなりたくさん登録はできます。例えばゲームによって変えるとかっていうことは可能です。で、この 6K と NK って何かなと思ったんですけども、これは、N キーロールオーバーの話です。6K っていうのは6キーロールオーバーなんで、同時押しが6つまで、6種類までになってるんですけども、N キーっていうと、すべてのキーを同時押しできる。これはすべてのキーを同時押しできるっていうのはどういうことかっていうと、
例えばオルトキーと矢印キーとかでも同時に認識するっていうことです。これがロッキーオーロロボだと主要のロッキーのみ同時押しに対応しているっていうのなので、ゲームによっては例えば私なんかはそうなんですけども、シフトキーとスペースキーを押しながら W を押すみたいな、前浮きながらそして D も押すみたいな感じで4つとか5つとかで武器切り替えで E を即押すとみたいな、だから4つとか5つぐらいをポコポコ切り替えたりするんですけども、これに対応してなかったりするんですよ。それを対応させるために N キーロールオーバーだと全部のキーに同時押し対応してるんで、例えばシフトとスペース押しながら D キーとかでもちゃんと対応するっていうような機能です。これ人によっては非常に重要だったりするんですよね。例えばコントロール、画像編集するのにコントロールと L キーを押すのに反応しなかったりとかっていうことがあると困っちゃうよっていうんで、N キーロールオーバーは非常に、私なんかゲーマーもそうですし、そういうクリエイティブ作業をする人にも重宝される機能です。はい。ですね。非常に、で、ポーリングレートもここから、ソフトウェアでも変えられます。非常にシンプルです。ソフトウェアは分かりやすいです。で、個別に例えば、ここ使わないんだよって言ったら、ここに例えば他のキーを入れることは可能です。複数のキーのショートカットを追加することも可能です。ただ、マクロキーっていうのは独自にあるわけではないので、あくまでもここにあるものを、だからモードを切り替えて、ファンクションキーのモードを切り替えて、モード2には、マクロを入れておくとか、っていうことは可能ですね。でその辺を切り替えたりするっていう作業が必要なんで、ある程度カスタマイズが必要になります。そう。いやシンプルですね。セットコムも非常にシンプルなんで、やりやすいと思います。あとはマクロの部分ですね。はい。いやねえ。これ、だから、あくまでも私は、パソコン、ゲーミング PC、G2 のゲーミング PC と一緒に買ったら9900円っていう前提のもとにお話しますけれども、そしたらめちゃめちゃ安いと思います。お得です。フルキーボードで。黒軸でね。ただ、黒軸しかないです。他に選択肢はないんで、ゲームに特化した、赤色 LED がもうそもそもあるんだ。ゲームに特化したゲーミングキーボードをお探しの人で G-Tune、ちょっと限定条件があるんですけれども、G-Tune のパソコン買いますと。で、キーボードを別に欲しいんですという話であったら、一緒に買うとメカニカルキーボードをお得に買えますよっていうものですね。お得だと思います。それ以外にもマウスがあるんですけれども、それちょっとまだやってないんで、そっちはそっちでレビューしますんで、よかったら見てみてください。セットで買ってもいいし、このキーボードだけ別に買うっていうこともできます。9900円か、まあ、14900円だとちょっと高い、他と競合しちゃうので、9900円で手に入れた方がいいんじゃないかなという気はしますけれども。はい。そんな感じです。で、ちょっと最後に1点だけ気になった点をお伝えしますと、このドライバーの場所が非常にわかりにくいです。気をつけてください。一応、この箱のところに、ここにありますよっていうのはあるんですけれども、ちょっとわかりにくいので、このサポート情報、マウスの公式ホームページから入って、サポート情報の F&Q の一番右下にあるフリーワード検索に行って、それから21437って押すっていうですね、ちょっとね、手順が必要なんですよ。例えば、このキーボードの型番でドッてやって、すぐ出るっていうわけではないので、気をつけてください。わかんなかったです、最初。そこだけ気をつけてください。なんでソフトウェアはあるんですけども、ちょっと探しにくい、見つかりにくいところがあるんで、ご注意してください。まとめますと、安い、お得な、パソコンと一緒に買うならお得なゲーミングキーボードです。黒軸なんでゲーム特化です。変換無変換なく、日本語配列なのに変換無変換がなく、Windows キーが右側になっていると。だから、タイピングで使うっていうよりもゲーム特化したキーボードです。かつ、このキーが浮いたデザインいいですよね。これは大好きです。で、LED も赤色を搭載しているというですね、非常にゲーミングキーボードとして、コストパフォーマンスの高いモデルが、さらに安くなるっていう感じですね。パソコンと一緒に買うと安くなる。ので、もし G-Tune のパソコンを購入検討されている人は、マウスはマウス、キーボードはキーボードで別に安く買えますんで、ちょっとキーボードを検討してみてはいかがでしょうか。黒軸っていうのがね、ちょっとネックではあるんで、これ人を選ぶんで気をつけてください。重いですから。ただゲームをする分には別に全然問題ないです。いいですね。このキーを打てて全員。もっと、今後、だから一般的なメンブレンもこういう形になって私は欲しいんですよ。
これただメンブレンだとなちょっと違うのかな、いやだけどいいですよこれ、うん、このデザイン私は惚れ込んでいるデザインです。なので、自順でやるっていう話が聞いてですね、おマジっすか貸してくださいっていうねすごくお借りしました。そんな感じで今回は、G-Tune の1000ゲーミングキーボード、 G-Tune が販売しているゲーミングキーボード、アルミ製のですね、メカニカルキーミングキーボードの開封とレビューをやっていきました。そんな感じで、やっております。一応ですねマウスの方もありますんで、よかったらそちらもチェックしてみてください。レビューやってますんで、そんな感じで今回はやってまいりました。また次回他の動画でお会いいたしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。こいつはいいっすね。それではまた次回シルビーチャンネルでお会いしましょう。シルビーでした。